皆さんこんにちは、ファミ通アップ編集部の岩田ジビロです。そしてファミ通アップ攻略官タイガー桜井です。からのガシです。ガシです。はい、さあ今日もやっていきましょう、はい、今日これやらなかったですね。そう、やらなかった。なんか爽やかにいこうかなって、うん、おー、やめっす汚かったな。おっす、岩田ジビロっすみたいな爽やかで違ったけど爽やかさをね出していこうかなと思って、はい、はい、というわけで今日はなんと、はい、好評いや不評不評釣られた、はい、という声が上がっております。好評でしたよ、はい、ガッシーの裸講座となっております。やったガッシー師匠よろしくお願いします。よろしくお願いします。第2回ということで、第2回ということで、はい、どなたに挑戦するんですか。今日は、ボルボロスです。おー、ボルボロス、うん、なぜボルボロスなんですか。は、ハンターランク3からいける装備収集クエストと、あと、ボルボロス一番上だっけ、最後に出てくるやつだっけ、確か、そうだよね、うん、最後だった気がする。最後だった気がする。え、最後はラングロートラー、そうだっけ。あ、そうだっけ、よく覚えてない、ちょっとよく覚えてない、うん、まあその辺ですね、はい、まあそれと、あと武器のレベル上げに必要な、はい、あの炭の素材ツアーの初級とかに出てくるんで、最初の方は結構お世話になるモンスターなんですよ。ああ、なるほど、いいチョイス。確かに、なんか、はい、でも最初に戦うさ、あの最初にあれだよね、あのなんていう、竜みたいなやつ、竜みたいなやつ、竜みたいな、あの要はあの獣じゃん。そう、青柱とかはその獣系だけど、はい、そのね、竜みたいなやつだもん。竜じゃないけどね。最初戦いにくいですよね、うん、急にこういうやつ、そう、うん、確かに、いや、青柱もこういうやつかなんか、まあ確かに確かに、かあの尻尾振る系のね、突進もしてくるしって、そういうタイプですよ。そうです。あと島クエの各島にも大体4匹ずつぐらいで出てきてたりするので、ほうほうほう、そう、まあボルボロスは一面ということで、うん、はい、というわけで、じゃあガシーさん、はい、いつも通りちょっと脱いでいただけますかね。裸講座なんで。そうですね、脱いでいただけます。すいませんが、はあ、じゃあ、はい、脱ぎます。だからガシー、この装備すっごいダサいね。でもこれ発動スキル見てください。発動スキル、あの火属性のモンスター用の、え、これ今ガチ装備なの、それともこの動画用の装備なの。いやいや、ガチです、ガチです。私これでリオレイヤーアッシュ挑戦したんで、これでよくマルチプレイいけたね。恥ずかしいわこれ。いいね、重要なのはそこじゃないから。そうです、全然色合ってないしね。じゃあまず、はい、腕から。腕から。あ、腕からね。はい、はい、腕はい、あら結構出た、すごい素肌が結構出た。日焼けしちゃうよ、女の子で日焼けはね。じゃあ次、頭日焼けしちゃうけど大丈夫なの。はい、あ、ガッシーの髪型じゃん、ウォーズマンみたいな感じ。知らんわ。で次、どうしよう、腰。あ、腰、え、うん、いいの、腰、いいの、いいの、マジ、ほら、あ、え、確かになんかジーンズ履いてない。ジーンズ履いてるみたいじゃん。あれすごい、じゃあこれおしゃれ、おしゃれ、おしゃれじゃん、これおしゃれだよ、ウエスタン風のね。足あーちょっとガシ下半身出しすぎだって。はい、脱ぎました、脱ぎました。あれ、今日の色は、インナーの色はちょっと黄緑なんですね。そうです、はい、なるほど。なんで黄緑って目に優しい、目に優しいね。はい、黄緑、あらありがとうございます。あ、うん、かっこいい、かっこいい、あ、かっこいい、かっこいい、うん、いやー、これ手袋とか取れないの。取れない、手袋取れない。さあ、じゃあ、はい、いつも通りのね、ガッシーも私服で着てるような服を着て、では いざボルボロスを狩りに行きましょう。行きましょうか。はい、はい、場所はまあ適当にね、ここに島クエの、はい、行きます、はい、お願いします、お願いします、はい、ちゃんとコメントにもあったけど、はい、ちゃんと講座っぽくね、初心者の初級者の人とかこれから始める人にね、うん、じゃあまず採取します、うん、走りますってね。あそこ着きます。いや、仕事カンペ募集したらどうする。もうこれダメ。いや、そんな大して書いてない。このカンペ
そのカンペじゃあちょっと見せて、見せようか。いやいやいや、いかんいかん、あーもうほら、あーもうちょっと待って、あーカンペね、昔のカンペ、ここに変なキャラ書いてあります。ちょっと待って、本当に集中できん、集中できん。ちょ、まだよ、あんたちょっと、ボルボロスからでいいやん。やだやだ、返してよ。8、8ちょっと待ってね、こう今のガッシーが書いた落書きも本当心の闇を感じる。まさか出るとは思わなかったか。しかも背中とさ、体がさ、もうよくわかんないよね、どっち向いてるか。あ、確かに確かに。はい、ボルボロス、はい。あ、来ました、うん、さあ、ガッシー裸講座開幕食べんの。危なくない、これ突進来るでしょ。歩いてくるか突進かなんですよ、うん、突進が来たら、おー来た、突進が来たら食らうと。そうで、突進が食らわないですけど、まあうまく背中を、最初は開幕ダメさん背中を狙います。で、理由はもう頭より背中の方が柔らかいので、はい、おお、背中硬いですね、この子。そう、確かにね、岩ついてるもんね、うん。ああ、ちょっとガッシー食らわない。ちょっと待って、ちょっと待ってください。コメントにあったから。そうですよね、じゃあもうね、あのね、違う、ほんと喋り方、あ、じゃあ分かった、最初にさ、こうさ、攻撃しないでさ、うん、全部の攻撃パターンをこう。あ、そうですね、あの、ああ、いいじゃん、いいそのね、あの、もうあれすら出らん、あの言葉すら出らんです。これ書いてる、書いてる、書いてる、違う、それじゃ書いてない。あ、V 破壊、うん、はい、できる場所で、あ、まあ、頭と背中と尻尾なんですけど、まあ、背中がね、V、うん、破壊しやすいから一番柔らかいからね。そうそう、背中でしょ、ね、で、なんか防具をレベルアップするときに、はい、V 章っていうのが必要になってくるんですよ。それでも結構上だよね、上の方です。はい、星3装備の後半らへんですよね。そう、頭だけ攻撃してても、もうなんか破壊できないで討伐しちゃうことがあるんで、うん、もうそういう時は背中を狙っていくといいかもしれないっていう、はい、止まっちゃったよ、うん。でちょっと録画が止まってしまったので、はいはい、今から再スタート、はいはい、じゃあガシ、うん、V 破壊がしやすいからどう、そうそうそう、どう狙うと。そう、 V 章を手に入れる時も、まあ、背中を破壊した方がいいですよみたいな、はい、で今突進なんですけど、突進する時尻尾が右に触れるんですよ、パッて、はいはい、だからこう左にこう、いや今逆行ったけど確かにでも逆珍しいかも、すげえ。突進するときにね、うん、こう、うん、逆本当に今奇跡的に珍しいような気がする、うん、なんで言った瞬間にそうなるでこう左にね、潜り込むように入るといいんですよっていうことを伝えたかったんですよ。突き上げがね、左にやってますもんね。これはこれはこれこれこれはね、これどうなんの、これはもう ランダムで飛んでくるんですよ。だからもうなんかここは当たらないよみたいなとこがなくて、はい、はいはいはい、じゃあもう範囲外に行った方がいい、ね、そう、避けた方がいいです。特にあの特にね、あの特にあのなんか食らって止まる、しゃべり止まる意味必要なかったじゃないですか。30秒間なんかダメージ減みたいなのある時はやっぱ食らうと時間もったいないので。確かにそうですね。何ですか、誰の V だから、ちょっともう倒しちゃう、全部話終わる前に討伐しちゃう。これもう一回行けばいいんじゃない、もうおさらいで、うんうん、でも今度話せなくなっちゃうちょっとなんか要点が全然さ、まあ、まあ、突進回転突き、まあ、突き上げね、さっきの、うん、で、あの泥飛ばすやつ、泥飛ばすやつ、尻尾がこうやって横向くから、はい、で、あ、回転は絶対こっちなんですよ、時計回り、ボルボロスだから、はいはいはい、右側にいると避けやすいです、当たりにくい。左側じゃねえの、あのボルボロスなんですよ、ボルボロスの、ボルボロスの右側ってことなんですよするとほら尻尾向こうで回るから、そうですね、そう、当たりにくいってことです。あ、もう全部言い終わったかもしれない。嘘だろちょっと桜井くん補足して、もう一個もう一個、あのね、そう、はい、あのね泥、はい、あの突き上げ、あの、はい、泥の状態になるじゃないですか、はい、あれはあのなんか回転って思ってる方多いんですけど、連打です。なんか攻略とかにもたまにその転がってくださいって書いてあるんですけど、はいはいはい、連打すると5秒なんですけど、転がってても10秒ぐらいずっとその状態になるんですよ。この、攻撃ボタンを連打するとそう治ります、解除できます。そっちの方がいいということです、ね、うん、全部言った本当かよ、いやいや、ありがとうございます。拍手じゃないよこれ拍手じゃないですよ。まあ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 、よくわかる、まあ、とりあえずね、うん、全部いった、全部いった、うん、なんか全然でもさ、倒し方とかさ、
あのあれですね、あの今の解説とこのプレイ動画はあまり関係ないってことでそういうことです。あ、そう、大体そういうことです。はい、はい、というわけでじゃあボルボロス裸講座、はい、ちょっとまたこちらね、視聴者の人に、はい、ぜひを求めたいです。なるほど、なるほど、はい、ぜひコメントで皆さん、はい、このガッシーの裸講座次あるかはあなたが決めます。ごめんなさい、ごめんなさい。そして次求める方、次の回を求める方は、はい、モンスター、はい、次のモンスターを、はい、教えてください。書き込んでください。次ドスジャギ、ドスジャギ、ドスジャギ、なんかまた戻ってる気がするんだけど。いや、でもガッシー、ドスジャギここで克服するしかないんじゃない。次はさ、レイヤーレースとかじゃないのよ。わかりますね。いやー、なんかこう初心者に優しい、なんか新米ハンターに向けてみたいな感じ、うん、いや、そうですよ。じゃあ俺ら3人それは一致してるよ。そうですよね。そう、ああ、もうジャギーとかにする。昨日練習したのになジャギージャギーとかにする。ジャギーの倒し方教える。ああ、メラルーとか、メラルーとか、まあ、どうする。なんか舐めてますよね。いや舐めてないですよ、舐めてないですよ。うん、はい、じゃあちょっと皆さんコメントお待ちしておりますので、はい、どしどしをね、書き込みください。はい、お願いします。というわけで、じゃあガッシーの裸講座ボルボロス編でした。はい、皆さんそれでは、チャンネル登録してください。お願いします。はい、というわけで、じゃあまた次回もお会いしましょう。さよなら、ガッシーです。